はい、酒好きな新潟人の飲酒動画。今回は日本酒です。日本最大、燗酒コンテスト金賞、第6回金賞。総数477品の中から金賞に選ばれた商品です。2014年の7月のスローフードジャパン主催の第6回燗酒コンテストにて、専門家が40から55度、かっこ厚めのお風呂程度の温度でブラインド審査しました。燗か。燗酒コンテスト、金賞の、高野井。これなんて読むの？無糖？無糖？無糖か？新潟清酒、淡麗辛口、製造年月日が、2014年の10月、原材料名が米、かっこ国産、米麹、かっこ国産米と醸造アルコール、精米部合が 65%、アルコール度数が15度以上、16度未満、高野井酒造株式会社という、新潟県小千谷市の会社ですね。で、これね、ほら、長岡のね、なんか新聞紙にくるまれてるんですけど、なんじゃこりゃと思って。まあ、買ってみたんです。まあ、燗酒ってことで、燗か。まあ、とりあえず俺はストレートに飲みたい。燗ではなく、とりあえずストレートでいただきたい。ですか。それじゃあ飲んでいきましょう。高野井。淡麗辛口。新潟に行って。高野井。じゃ、乾杯。あ、うん。ああ。うん。あ、結構、確かに甘くないっていうか、淡麗辛口っていうのはなんとなくわかるんだけど。やっぱ甘いな。高野井。ググってみようか。高野井。高野井。あ、高野井酒造。あ、やっぱ無糖化だね。高野井無糖化。豪雪と米どころ魚沼の地域に位置する小千谷市。その、清酒高野井は地元で愛飲されている地元の中の地酒。糖質は糖類無添加の辛口酒。うん、日本酒度がプラス5です。うん、無糖化。まあ、これが熱燗で、非常に、美味しいと。ちょっと熱燗にして、ちょっと後で飲んでみよう。うん。この会社は他にはですね、腰の初梅。これ有名ですね。腰の初梅。とか、タトモ。電友か。電友。ぐらいしか。
知らん。うん。腰の発明は飲んだことないですけど。辛口本醸造。アルコール度数、プラス8。ええ、これ飲んでみたい。プラス8か。日本酒度プラス8、相性は8から。キレとコクの本格辛口。飲み飽きしない辛党人気のお酒だって。うん。うん、確かにね、これね、糖類無糖化って書いてあるけど、本当に甘くないんだけど、米の甘みなのかな？全体的にスッキリしてて、水みたいな感じなんだけど、口当たりがね、口当たりと喉越しが、すごい水みたいな、感じですね。うん、確かに、これもうまいな。うまい。うん。だけど、個人的にちょっと甘いかな。これでもちょっとやっぱ甘いな。うん。結構辛口だと思うけど。うん。なるほど、糖類が入ってない。てか酒に糖類って入れるのかな？普通に。普通は入れるんですかね。うん。なるほどね。へえ。カクテルレシピ。ピーチティー。ああ。ああ。ああ、日本酒1対1でグレープフルーツジュースを入れたらうまいのか。ふん。確かにうまそうだね。腰の初梅か。今度の買ってみようかな。腰の初梅。8から。確かに腰の初梅は聞いたことあるんだけど。飲んだことはないな。うん。うん。結構水みたいなお酒でしたね。こちらはね。非常に淡麗。淡麗な。コクがほとんどない。水だね、ほとんど。甘みが、まあ割とあるか。香り。香りもまあほとんどない。うん。これはまあ、普通にうまいかなとは思うけどね。うん。1324です。ご視聴ありがとうございました。